これはもうすぐ対応します。これは廃止します。もう廃止した方がいいです。かなり危機的な状況にある。すみません、追加で一問だけ伺っていいですか。皆さんやりましょう。嫌いになってます。河野太郎規制改革行政改革担当大臣です。平井卓也デジタル改革担当大臣です。河辺健太郎が務めます。今は東京だけでやってる感がすごいんですけど、というようなご意見が来てるんですけど、はい、平井さん、いいですか。これはもうすぐ対応します。地方の公務員の皆さんとデジタル庁をつなぐプラットフォームをもう作ることにしました。今アイデアボックスってやられてるじゃないですか。でそこでデジタル×規制改革に関しての最も人気の投稿意見、これは廃止します。もう廃止した方がいいです。これはっきり言って何ですか、ジップファイルの問題って。これはね、霞が関の職員が多いんだと思います。めちゃくちゃ困ってて、切実な要望としてアイデアボックスに来て、ジップファイル化して送るっていうのが杓子定規になってる、かつ別に全省庁で統一されてるわけでもない。霞が関の働き方改革に向けて、霞が関はかなり危機的な状況にあると私思っています。働く時間、労働時間が長すぎて、プライベートライフと仕事が両立していない。だからもう一つは、国のためにと思って安い給料でも頑張ろうと思ってきたけども、やらされてる仕事があまりにくだらなくて。河辺さんにお願いしたいのは、はい、いい人材をどんどん送ってもらいたいというお願いをさせていただきたいと思います。はい、もちろん IT 連としていい人材を送り、また回転ドアで帰ってきた時にその方々の給料を上げると、この両方をお約束したいなと思います。すみません、追加で一問だけ伺っていいですか。やっぱスケジュール感というか、これをどれぐらいのスピード感でやろうとお二人がなさっているのか、ちょっと最後に。全部前倒しをしていく前提で考えてます。スピード&スピードっていう意味で、立ち止まることは許されない。今令和4年度中になんとかとこう言ってるんですが、多分総理のところに上がればなんでそんなに時間かかるんだって言われるんで、これ令和3年度中にできるように。ありがとうございました。